皆さんこんにちは、こんばんは、りくちゃんです。さあ今日なんですけど、牛骨で作る焼肉のタレ、こちらをお伝えしていきます。皆さんは牛の骨見たこと食べたことありますでしょうか。身近なところでいきますと、牛骨スープとか、ラーメン屋さんであるようなね、あと海外では牛骨を割ってそれをステーキにして食べるっていうところもあったり、ボーンマローってね呼ばれる、料理があったり、日本よりもね海外の方が牛骨を使われてたりします。海外と日本の規制ってねちょっと違うんで、骨を使って食べるという意味では海外の方が馴染みがあるのかなというふうに思います。その牛骨なんですけどね、これ早速見ていただきたいんですけど、さあこれっすねちょっと半分にねこうパカッと割れてるんですけど、いや迫力ありますよこれ。で意外とね知られてないんですけど、骨ってね中にね可食部分があるんですよ。これ冷凍物なんですけど、これをねローストして熱を入れて、でスプーンを作って食べるみたいなね、そういう食べ方もあります。牛さんって大体600から700キロぐらいありますから、なので人間の体重でいう10倍ぐらいあります。なので骨とかもね人間の10倍っすね、重さもだから結構こういう迫力のあるねものが取れます。これは周りについてるお肉ですね。ここら辺もねすごく美味しいんですよね。昔からねうちの親父もそうなんですけど、フグとか食べる時にもう骨がすごいじゃないですか、この骨がうまいんやみたいなねことを言われるんですけど、小さい頃ねそう言われてもねなかなかよくわからなかったんですけど、大人になっていろいろ料理を知る上でね、骨の周りのお肉ってすごく美味しく感じるようになりました。髄液って血液の元になってるんですけど、この髄液にね旨味やこうコラーゲンがねたっぷり含まれてるんですよ。加熱することで美味しさの詰まった髄液がね肉にね染み込むんですよ。骨の周りのお肉ってね細胞が壊れにくくて水分をこう保つことができるんですよね。骨の髄までとかいうね言葉もあるように、牛さんってその捨てる部位がほとんどないんですよね。もう全部美味しく食べれるっていうかね。ということで今日は牛骨、こちらを使ってタレを作っていきます。その後に肉まぶしを作って嫁にね食べてもらおうかなというふうに思います。こんなの公開しちゃっていいんでしょうかね。ではまずですね、牛骨をオーブンで温めていきます。ローストしていきます。ちょっと今ねオーブンがないんで、ちょっと自宅で今から焼き上げていきます。いってきまーすじゃあ骨をオーブンに入れていきまーす。すごい迫力ですねこれ。180度40分でね、いきまーす。じゃあオーブンにかけてしばらく待ちたいと思います。さあ開けてみたいと思います。さあこの通りね、美味しそうにローストされました。すごいですね、ジュワーっと旨味たっぷりな感じですね。はい、ということでオーブンでね焼き上げてきたものを、持ってまいりましたね。ちょっとね塩コショウとかで味付けしたりバター添えたりとかしてね食べるんですけど、身がねそんなにはたくさんないんですけど、こういう感じでちょっと油っぽい感じは、じゃあこれを使って今からタレのレシピ公開しちゃいます。じゃあ鍋用意して牛骨を鍋に入れまして、であと香味野菜ですね、人参、セロリ、玉ねぎですね、これらと一緒に煮込んでいきます。じゃあカットしていきまして、鍋にどんどん入れていきます。人参もね皮ごといっちゃって OK です。香味野菜代表格、セロリね、こんな感じです。じゃあこちらですね、今から入れていくもの、氷砂糖、鮭、たまり醤油ですね、伊豆まん、ここ有名です、これらを使っていきます。これだと思います。ドロップみたい。お酒入れていきます。
720ml 1本使い切りで、お醤油を入れます。たっぷりこれをね、使います。音ですね。ドバドバドバっと今から火にかけていきます。ちょっと整えますね。これ煮込むといい出汁出るんですよね。野菜がね、ある程度匂いを取ってくれて、野菜の甘みがスーッと入っていくんでね、これが美味しいタレになっていきます。お肉の旨味をね、しっかりと、タレに移していきます。沸騰したら弱火にして、あとはね、2、3時間煮込んでいきます。まあ1時間半ぐらいですかね。すごくいい香りが漂ってます。牛骨の脂が表面に浮いてきてね、よーく骨髄のエキスが醤油ダレにね、溶け込んでます、野菜もくったくたになってますね。食べてます。泡がね、細かくなってきて、濃度が高くなっているっていうことなので、少しだけね、とろみがついたような感じが出てきましたら、それで OK です。ということで2時間ほど煮込みました。引き上げていきます。ザルにリードを敷きまして、この上に難しいですね。ハプニングが起きました。でかいですからね。おお、まばゆいですね、出来たてなら。おお、程よくね、表面に油が浮いててね、牛骨の出汁が効いてます。よくね、ラーメン屋さんでね、牛骨スープ、まあ、作られてる、ところありますけれども、それと同様、美味しいね、エキスが、ここに入ってます、ね。もこんなにクタクタ。あとはこちらが冷めれば完成です。出し取った後もこれ、これコラーゲンたっぷり、味むかしみって美味しいですね、これ。さあ、タレができましたので、次はですね、牛まぶし丼を作っていきます。いや、さっき作ったね、このタレですね、こちらどちらかというと、焼肉にね、こうつけて食べるタレというよりは、ご飯にかけてお肉と合わせて食べると、よりご飯に馴染むタレとなっております。では、これを使って牛まぶし丼を作っていきます。今日は精肉だけじゃなくてね、ホルモンもね、牛まぶしよく合うんですよ。それを今からちょっとやっていきます。では、このお皿に盛り付けていきます。こちら、まずよく洗った牛骨ですね、さっき使用した骨ですね、こちらをこの陶器の上に置きます。まあ、このように高さが出るとね、非常にこう器としても映えるんですよね。で、産地で、薬味ですね、こちらわさび、刻みネギですね、で刻みのりですね、で温泉卵で、先ほどの醤油だれ、まあ、ホルモン、これね、松阪牛のホルモンですね、うちの、これをここに盛り付けていきます。牛骨の上に盛り付けられたホルモンですね。あと、こちらだしですね、急須に入れまして、で、あとご飯ですね。で、ご飯にね、こちら山椒をちょっと入れますね。すっごく香りが良くなるんですよね。
ご飯の上にかけると風味が増します。まあ、これ蓋をするとね、開けた瞬間すごい山椒のねいい香りが漂います。で、普通にこの醤油ダレを絡めていってもねいいんですけれども、より美味しくするために、で今回はうちのタレをかけていきます。スーッと、はい、かけていきます。で、最後のワンポイントでホルモンの札を立てます。さあ、ということでこんな感じになりました。今からね嫁さんに実食してもらうんですけど、まあ喜んでいただけるかなと思いますので、早速ご提供させていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、では今日も来ていただきました、ありがとうございます。お願いします。さあ、今日はですね、こちらです。え？何？骨？すごい。骨の中にホルモンが入ってる。はい。すごい。何これ？見たことないビジュアルですね。でしょう。すごい斬新ですね。はい。で、あと、まあ、こちら、はい、ご飯と、まあ、こちらだしでね。はい。はい。ホルマムシ丼。で、美女が一人ということで。まあ、僕ら風に言うとまぶい女ということでホルマブ丼です。どういうことですか、まぶい。まぶいって知ってる、まぶい、俺らはよくまぶい女って。まぶしいじゃなくて、うん、まぶい、いい女のことまぶいねっていう、使わない、もうなぶいぐらいの異業ですけどね。へえー、まあ、こんな感じでちょっとね、すごいですね。はい、こういうのもね、お店で出てきたらどうですか。びっくりしますね、かなりインパクトがありますね。インパクトありますよね。はい、うん、じゃあこれね、このロースターで焼きながらやっていくスタイルですんで、じゃあ食べていってもらいたいんですけれども、はい、あの一升瓶のね、はい、味噌だれかけてありますけど、今回は醤油だれを作ってみたんです。この骨で作ったタレなんですよ。こちらが、はい、すごい、はい、骨でタレ作れるんですか。そう、いい出汁がね取れるんですよ。牛骨スープとかあるじゃないですか、ラーメン屋行くと。そんな感じでね、牛骨でタレ作ってみたんですね。だ、今回はホルモンにはうちのタレを絡めて焼いて、で、このタレはご飯にかけて、あ、ご飯にかけるタレなんですね。そうなんです、ご飯にかける専用のタレなんですね。じゃあ焼いていきましょう。はい、お願いします。すごいですね、骨で。皮目から、このまぶし丼ね、このタレを豚肉とか豚バラのスライスとか、あと脂身のね多い、まあ、牛のバラ肉でもいいんで、それに絡めてフライパンでこう焼いてね、ちゃちゃっと焼いて、で、ご飯の上に乗っけてこうご飯と一緒に食べるとすごくよく合うんですよね。うん、ただ今回はちょっと珍しいね、味噌だれと醤油だれのコラボですよ。なかなかないですよ。ないですよね。わあ、美味しそう。美味しそうに焼けますね。うん。普通に一升瓶の味噌だれホルモン。ホルモンですね。はい。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。美味しい。じゃあ次ね、ご飯いきましょう。はい。では、すごいいい香りします。山椒ですね。そう、うん、すごいふわっと山椒の香りがします。なんか山椒ってそのうなぎにかけたりするじゃないですか、はい、ご飯の上に直接かけた方が香りすごい引き出すんですよ。へえ。このご飯の湯気とともに香ってきました、うん、で、それを、はい、じゃこれで、はい、まだタレじゃかけずに、はい、一口ずつ私はね、はい、アレンジしながら食べていってもらうんで、ね、ありがとうございます。いろいろ楽しめるんですね。そうです。では今度はホルモンと山椒ご飯です。はい、うん、おいしい。山椒がいいですね。上品でしょう。うんうん、そうなんです。とても香りがいいです。うん、うん、すっきりした感じで、うん、なんかどんどん食欲が湧いてきました。じゃあ次は、はい、ちょっと醤油をじゃあかけてもらいましょうかね。はい、さーっと。こんな感
あ、そうですね。はい。はい、OK です。はい。はい、これでホルモンプラス醤油ダレご飯。すごい、もっと一口ずついろんな味が。そうなんです。うん。このタレすごい。タレ美味しい。美味しいでしょ。うん。なんかご飯がガツガツ進まれてます。それだけでご飯食べれそうな、うんうんうん、進むでしょ、うん、そうなん、結構濃いめの味の調味料だね、はい、うん、これはご飯に合うタレですね。ありがとうございます、うん、このタレだけタレご飯して食べたい。タレ美味しいですね。そうなんです。このタレさえあればご飯何杯でもいけそう。豚丼とか合いそうでしょ、これ合いそう。普通になんか卵かけご飯にこのタレちょっと、うん、美味しそうだしね。そうそう、うん、じゃあ次これね。はい、で今度は、はい、まあ、薬味ですね。ネギ、海苔、わさびで、はい、召し上がってください。美味しい。一口ずつ、うん、味がちょっとずつ変化してる。美味しいです。いや、このわさびと山椒のダブルの、うん、いいです。薬味山椒ご飯ハマりそうです。すごい食欲がそそられます。そうなの、うん、すっきりしてね、うん、後味もいいからね、うんうん、ちょっと脂っぽいホルモンが食べやすくなりますね。ね、また一味とは違ったね感じの辛さなんでね、じゃあ次は、はい、チシャナ行きましょうか。はい、それをお皿の上に置いて、はい、お皿に置いてもらってご飯を、あ、ご飯を入れ て、で、ホルモン、ね、わー、美味しそう、温泉卵、温泉ちょこんと、はい、入れてもらえれば、そうですね、崩して、なんていう贅沢な、で、バックンチョ。ちょっと一口ですみません、はい、いただきます。ちょっとでかいか。うん。おいしい。うん。いい感じでしょ。うん。バッチリですね。おいしい。うん。うん。さっぱり食べれます。ね。うん。おいしい。うん、すごい、どれもおいしいです。どれもおいしいですか。うん。さすがですね。飽きさせないですね。ガツガツ食べていいですか。はい。ご飯進むっしょ。ご飯が美味しい。ねえ、夏バテ防止に今のシーズンね。ダイエット中でご飯控えてたんですけど、ね、これはもう止まらないです。うん。じゃあお好きな食べ方で。はい。今回はお任せします。どうしようか。温泉卵を乗せて追いだれします。おいだれ、おいおいおいだれをして、で、ネギと海苔をかけます。おー、うわー、美味しそう。うん、うん、美味しい。美味しい。やばいですね、美味しすぎます。そんな食べないのにね、いつも、うん、結構バクバクいきますね、うん、でもこのタレはなんかちょっと終わらなくなっちゃいます。じっくり煮込んでありますから。ね、美味しい。ええ。なんか旨味レベルが普通の醤油だよと違います。じゃあ終盤になったんで、はい、じゃあホルモンを乗せて、はい、じゃあお茶漬けしましょう。出汁を入れてもらって。はい、そう。薬味を足して。はい。はい、美味しい。美味しい。うん。さっぱりしますね。お出汁茶漬け最高です。ね、ご飯にも今までのホルモンのエキスがね、そこに詰まっとるんでね。うん、いろんな旨味が出てます。そうなんです。お出汁が出てます。そうなんです。ホルモンの出汁も出てます。ええ。おお。全部いきましたね。お行儀悪くてしまって。ごちそうさまでした。美味しかったです。で最後までご視聴ありがとうございました、まあ、今日収録してるのがお盆なのでね、お盆ということでボーンボーンだけにこういう動画を撮っていきました
またね面白い動画、面白いのね、ありましたら、じゃんじゃん投稿していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、いつもいいね高評価ありがとうございます。コメントもありがとうございます。リクエストもどんどんお待ちしておりますので、どんどんコメントをお寄せくださいませ。それではまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。三重の松坂焼肉ホルモンの店、一生瓶